オスナサンタナとかいうヤクルトの本体。特に話題になることもなく淡々と打ち続けとる。オスナは打撃より守備がうまい。外人投手もヤクーレは3勝しているし、サイスにも悪いながら試合は作っているし、エスパーダも敗戦処理をやってるし、なんでこれで再開争いしてるんや。なんでや。西川どこ行った？青木調子ええんやし、ある程度固定してやれよと思うわ。オスナとかいうサンタナのバーターから成り上がった男。オスナは相変わらず打ちまくるし、サンタナだって去年両リーグ合わせて5人しかいなかった貴重な3割打者の一人だしな。オスナは印象的なファインプレイも多いし、ファンがポジったっていいやん。ラミペタみたいなもんか。人材は揃ってるんだよな。怪我人も出ないでくれよ。オスナはミスが多いわけではないけど、ライン際抜かれるのが多いのくらいかな。怪我で長期離脱しないところとか、打撃成績がヤクルトの中で一番安定してる。イケメン通訳さんも言ってたけど、外国人が活躍する上で、環境ってやっぱり大事やわ。怪我人でなければスタメン連覇時とほぼ変わってないからな、そら。ほぼ変わってないのが問題なんだけど。こいつら打順コロコロでも打つから偉いわ。オスナと来季以降の長期契約ばやよ。ラミペタはさすがに言い過ぎ、そこまでではない。ヤクルトの助っ人外国人愛されてるよな。ご視聴ありがとうございました。